言うてきた。ふくろしてええの。あ、もう好きなやつ食べて。ええの。もう豪勢に初めからこれ言ってもいいですか。こういうとかですね。今日スタンド忘れて立てたら角度を、はい、そう、これでもおっしゃる通り、これ確かにタレ食うてんな。やろ、肉食うてんじゃないな。この塩入れたりとかも結局タレ食うてんな。練習してんねんな。うん、うまい、うまい。だな、あれなんか中毒出たんだ。ちょっと声とか入んの。あ、切れんねんな。じゃあ、うまい。一つ言う。え？タレ食ってるんだよ。これもタレやな。それなんか嫌なこと言うな、ほんまなんか。今食ったら。タレ干しもうまいわ。合う？生姜醤油か、わさび醤油か。だし巻きで。ええ。スマホで一つ、あー、ええ感じ、柔らかい、さっき塩だけで言ったけど、いやちょっと結局タレ食うてるわ。うん、うん、優しい味。はい、こっちだって、こっちだって、はい、あ、社長どうぞ。どう、行っていいんですか。米熱い。いいよ、どうぞ。あ、割れた。切ってくれたの。どう見ても切ってあるよ。割れてないし。いや、まだ、はいはい、食べてない、食べてない、食べてない。熱いやろ。だから、あとはもうさ、東海朝から、あと、これ、ボスの温泉で、あったらいいなってな、みたいな、じゃあ。わさびももらうで。テンちゃんです。はいはいはい。ありがとう。テンちゃんです。え、これわさびじゃない。何入れてたっけ。わさび入れてたんだっけ。食べてないの。セギモ。鶏のセギモ。間違いなく鶏。希少部位ですよ。希少部位。今ちょっと笑かそう思ったのに。うわ、トマトの皮も噛まれへんわ。今ちょっとジャッキーチェンちゃんはあの
でもそれもローカル。なんかジャッキーちゃんの前ボンドスリーや、てっちゃんの油甘い、うまい。こんな大きいてっちゃんいただいても責任も、はい、結構あれやね、生姜醤油こんな感じです。何？焼きナス豚？焼きナス豚、うん、焼きナス豚いただきます。これなんかレーバーに部位近い。あ、そうだね。あ、そうか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 。剥がそうと思ったらこうボロボロっとなんか行く姿がなんかレーバー系やな思ってんけど、なんて言ったっけこれ。ペギモやな。うん。え、ほなこれも夏に豚の油うまいね。1、2、3、4匹ってこと。金メダイ、今ドラえもん風に言うた。金メダイ、え、もう一回ちょうだい。えやれんのかい。金メダイ、金メダイ。貧乏で長いこと来れてないんですよ。じゃーん、熟成ハラミ。ちょっと竹本ピアノ行ってたから知らんけど、ハラミちゃんは勝手に動画に上がっていた。ハラミで、ハラミちゃんを見てた。ピアノ、うん、なんか嫌いじゃないんだけど必ずとっちりはんねんな。なんか変な音入ったりとか。マスクしてるからどんな顔か知らないけどな。そんなん言うたら仕入れが高いやん。高いよ。高いやろ。はい、だいたいもうなくなってきて、ほんで汁もうまい。溶けてなくなったらでも何が入ってるか分かりにくいし、でも筋やからアキレス腱とかやから小さなっていく。あね、うまみも。ああ、よう煮込んだ。なんかまるで料理人みたいなこと言いますね。いやいや、運転手やろ。野菜サラダ。野菜サラダ。あかんな。ちょっとガシガシになる。ガシガシやな。うん。絵づくからな。あんまりドラえもんの子やるとな。うん。これもでももう初めに言うたらトマトが乗ってんじゃん。うん、別のトマトじゃないやろ。え？うん。うん、普通にうまい。え、もうちょっとチゲラーメン、チゲラーメン、チゲラーメン、いただきます。麺からいく？あ、そんな短い？うん、いや、短くした。俺のチンコみたいな感じだ。これ声入ってんの？俺の下で、いやん、めっちゃええ匂い。いや、ほんまこういうなラーメン屋じゃないとこのラーメンが、こんなん麺多分インスタントで麺やん。ちょっと黙って。札幌一番でええねん。
あんな感じやね。絶対汁がうまいね。あ、塩のパンチが効いてるね。うん、音が出て食べる。え、あーそうか、うまい、うまい、ここ何食べてもうまい。ごちそうさまでした。これだけのことや。ごちそうさまでした。あ、でもよくわかった。